日本体操協会は19日、同日午後から緊急会見を開くと発表した。18日には、パリ五輪に出場する女子日本代表のエース宮田翔子、19イコール巡大イコールの喫煙疑惑が浮上。チームを離脱した。現在は18歳で成人だが、喫煙は20歳以上。宮田は21年東京五輪後。 一気に世代交代が進んだ女子日本代表の次世代エースとして期待された。パワフルな演技で跳馬や床運動を得意とする。度重なる怪我を乗り越え、パリ五輪代表選考を兼ねた全日本と NHK 杯では2冠を達成。初の五輪出場を決めた。また、全員初出場で全員10代のフレッシュな代表を率いる首相にも就任。1964年東京五輪以来。 60年ぶり団体メダルを目指し、私の演技が日本の軸になるようにしていきたい。失敗しないことがメダルへの道と語っていた。17日にモナコで公開した事前合宿には、不参加で田中光強化本部長は、事情により今日は参加していないと話していた。